答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはこちらですね。スモーツな引きでも落ち着き集中力がアップ。先々日でしたが、じゃれつき遊びでっていう話をしたと思います。まあなぜですね、あの幼稚園がルールも何もないじゃれつき遊びをした結果、まあその後ですね、子供たちが集中力とか落ち着きが増したかっていうと、まあ前回も簡単にお話したんですね。毎朝30分から1時間、心身の興奮がピークに達したわけです。ルールもない、とにかく自分たちルール作ってもいいし、もう何でもいいからじゃれつき遊びをした中で、動的な動きをたくさん入れたことによって、その後静的バランスが良くなったんです。興奮と抑制ってあるんですが、まず人間って興奮がありきなんですね。エンジンができてからブレーキが作るんです。エンジンができてからブレーキ。ですからこういう時間を相撲でもいいし、綱引きもいいんですよね。なんか新しい相撲方法、あんまり危なくないものを考えてもいいし、綱引きも何かルールを作ってあげて、まあ、子供たちに考えさせてもいいでしょう。30分から1時間の動的な時間を作るのが、その後やっぱり絵本、パズルですとか紙芝居、折り紙なんか、この性的なものにすごくいい影響を与えていると。もうこれは Go、ノー Go 実験って、まあ柳サウンドプログラムでもよく出てくる実験でもすごく成果が出てますので、この時間ってやはりなかなか家では作ることができないかもしれません。朝早く起こすっていうのは。だったら土日だけやってあげる。そういう保育園、幼稚園を選んであげるっていうのも大事だと思いますし、10分でもいいんですよね。10分だけでもいいんで、そういう親子の時間、朝何かやる時間をとってもいいんじゃないでしょうか。やっぱりね、興奮と抑制、バランスです。バランス、ぜひ参考にしてみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。